森田正夫は、日本の実業家。ソニー株式会社エグゼクティブアドバイザー、公益財団法人ソニー、教育財団代表理事兼会長。東京都港区出身。1954年9月4日に、東京都世田谷区で生まれる。その後は、港区青山に在住し、港区立西南小学校、武蔵中学校、高等学校に通学する。高校2年生の時に、 イギリス・ウェールズに渡り、現地のインターナショナルスクールを卒業。卒業後はアメリカに渡り、ジョージタウン大学に入学。大学卒業後の1978年に、モルガン銀行に入校。1981年に、日本に帰国し、ソニーに入社。ソニー・オブ・カナダ、総合企画グループ事業戦略部門、オーディオ事業本部。 モービルエレクトロニクスカンパニーなどを経て、1997年に執行役員常務に就任。1998年にソニーミュージックエンタテインメントに出向、理事に就任。専務取締役、コーポレートエグゼクティブを経て、2003年に代表取締役社長に就任。2004年にソニーに戻り、業務執行役員常務に就任。 2009年にソニーミュージックエンタテインメント代表取締役会長とソニーピクチャーズエンタテインメント代表取締役に就任。2015年に退任しソニーのエグゼクティブアドバイザーに就任。ありがとうございます。